藤正志君、はい、水戸君、はい、維新の党の水戸正志でございます。お疲れ様です。今回持ち時間も30分でございますので、1点だけ、我が党とですね、民主党さんがタイアップをして、提案させていただいた領域警備法につきましての質問を中心として、防衛大臣を中心として問いただしていきたいと思っていますが、まず冒頭なんですけれども、我が党また民主党両党が提案したこの領域警備法について率直な、防衛大臣、よくできたなと、頑張ったなという、前向きな評価のお言葉をたばいたんですが、どう思いますか。そちらの感想をよろしくお願いします。中谷防衛大臣。はい、安全保障というのは党派を超えた与党も野党も真剣に考えなければならないわけで、ございまして、現状の状況について、どうあるべきか検討を重ねられまして、国会に提案をされたということにつきましては敬意を表したいと思っております。委員長、水戸正志君。形式的なことも、安倍総理も、好ましいスタイルだという形を、なんかぶら下がりの記者の会見で言っておりましたけれども、率直的に中身的についてはどう評価されていますか。中谷防衛大臣。はい、この点につきましては自民党でもですね、長い年月をかけて、検討をしてきたわけでございますが、昨年閣議決定をした後、法案を作成する前に、改めて、警察作用、防衛作用、こういうものにおいて、自衛隊、警察、海保はどうあるべきなのか、こういうことを検討をいたしまして、その結果ですね、それぞれの手続きを迅速に行い、そして各機関、これの能力を向上させ、そして連携をしてですね、それぞれの特色を生かした対応をすると、いうことによって対処をしうるし、また一番危惧されることにつきましては相手に対してその防衛作用というか国防組織が出てくることによりまして、そのエスカレート、また不測の事態を生じる、そのような危惧の念もありまして、検討した結果ですね、現在の対応になったということでございます。水戸正志君。そうなんですよ。今防衛大臣おっしゃったとおりですね、自民党さん自らもですよ、これは野党時代からもずっとこの問題に関しましては見識を高めておりまして、我々は まさにですね、自民党さんがやりたいことをこう体現をしたような、そうした法案ではないかと自由しているんですけども、昨年もですね、5月27日に、総理が示された15例事案がありましたよね。真っ先にこの第1から第3の事例はですね、まさにこのグレーゾーンに対しての、対処すべきという、この懸案事項をああいう形で述べられているんですね。で、その前にも昨年の5月15日にですね、安保法制今の報告書におきましても、このグレーゾーン対処に関しましては速やかなる法制化が必要だという主張性も指摘をしているんですね。だから安保法制というならばですよ、そもそもこういうグレーゾーンに対する対処に関する法制化の方がですね、優先順位は高いんじゃないかという私はそう思っているんですけども、これは先週もそういう話もありましたけれども、実際はこれに関してはですね、結局今年の5月の14日の閣議決定におきましても、運用変更だけですよね。結局なぜこうした運用変更をとどめるんですか。率直なご意見を。中谷防衛大臣。はい、これは検討を重ねまして、いかなる不法行為に対しても切れ目のない、十分な対応を確保すると、いうことで、海上警備行動、治安出動等の発令に係る手続きの迅速化のための、閣議決定を行い、そして警察、海保などの関係機関が各々の対応能力を向上、また相互の連携を強化するほか、訓練、これを充実させて、各班の分野における取り組みを一層強化をする、そういうことによって、切れ目のない十分な対応を確保するための体制が整備できたと、いうことで、新たな法整備が必要であるということは考えてないということでございます。委員長、水戸正志君。ちょっとあまりよく分からない言い回しなんですが、そもそもですね、そのグレーゾーンに対する防衛大臣、総理もそうかもしれませんけども、そのいわゆる認識が非常にこう甘いんではないかと私は残念ながらそう思っているんですね。
そもそもこのグレーゾーンをどう認識されているかということが第一点とですよ。で続けて聞きますけれども、まあ、昨今はいわゆるグレーゾーン自体の増加、長期化、深刻化というのがいわゆる、まあ、この安保法制の必要性につきましてもですね、防衛大臣自らもですね、安全保障環境の根本的変容というような言葉を持ち出しておりますけれども、いわゆるグレードン自体の増加もですね、まあ、長期化深刻化もこの変容の一つとして捉えていらっしゃるんですか。明確に簡潔にです。中谷防衛大臣。はい、まあ、20年前とか10年前とかに比べますと、相当自衛隊と海上保安庁、警察、これの共同連携とか訓練とか機能強化、これが図られるようになりました。そして情報におきましても官邸において事態対処を中心に情報が各組織に流れるようになってきておりますし、一番大事なのは意思決定でありますが、 NSC 国家安全保障局、これを作りまして、まあ、速やかに政府として意思決定ができるようになったと、まあ、いうようなことで、まあ、それぞれの組織の機能を組み合わせをいたしまして、それぞれの能力が発揮できるような、体制ができたと、まあ、いうことも一つの要因でございます。伊藤正志君。ですから、安全保障環境が変化をしている、まあ、これは認識されてますよね。ですからやっぱり法制化が必要なんだと。でまさにグレーゾーンも先ほど井水君も大臣おっしゃった通りですね、結局、まあ、日本近隣を取り巻く、まあ、中国か北朝鮮です、はっきり言えば、まあ、そういうところがですね、いろんな形で不穏な動きを、まあ、醸し出してきているわけでありますもんですから、結局そういうような事態に対応するためにはですね、やっぱりこのグレーゾーンという定義もですね、もっともっとこれはですね、し直した方がいいという必要性を私十分に認識しているんですね。だからグレーゾーンってあってですよ、まあ、薄いものもあるけども濃いものもある、いわゆるグレーゾーンでもいろんな段階をつけてですね、それに対してどういう形で対応していけばいいのかということでですね、やっていく必要があると思うんです。その必要性とですね、やっぱり今言ったこの現在の法制、この法のですね、まあ、手続きだけのですね、対応だけではですね、運用の変更だけではダメだと思っているんですけども、もう一度いわゆるもうグレーゾーンがこんなに変わっているんだからこそ、やっぱり段階的にこういう濃い非常に危険が切迫しているのグレーゾーンが仮に起こった場合ある場合にですね、それに対してやはり法制的な整備を作って、そして対応していった方がいいということはどうでしょうか。中谷防衛大臣。はい、これも与党でも検討いたしましたが、まあ、やはりその発令の手続きの迅速化、それから内閣官房、これを含む関係省庁が事案の発生前におきまして連携を密にして訓練等を通じた対処能力の向上を図るということも規定をいたしました。でその中でですね、仮に自衛隊が平時から警察機関とともに警察権を行使をした場合に、日本の側が事態をミリタリーのレベルにエスカレートさせたという口実を与える恐れもあると考えておりまして、他国の警察組織や民間の船舶などに対してまず警察機関が対応して、それで無理があれば自衛隊が対応すると。でそして大事なのは速やかな移行が可能になることが大事でありまして、こういった検討の結果ですね、運用の大幅な見直しをいたしたということでございます。委員長。伊藤正志君。まあ、よく総理も防衛大臣も今言われたようにですね、軍対軍の対応にこれエスカレートするんじゃないかということに対して非常にそれを懸念してるんですね。なんかこう、まあ、取ってつけたようなですね、不安材料を醸し出して、そしてなんか、これに対してはその法制化すべきではないということに、まあ、否定的な見解を述べられてるんですけども、やっぱりですね、例えばですよ、そういう中でじゃあ仮にこの運用をですね、変更する、まあ、今回 の閣議決定におきましてもですね、まあ、ご案内のとおり、この電話閣議というものをですねするんですね。仮にグレーゾーン自体が生じた場合にはですね、まあ、電話閣議をして、そして、まあその内閣の承認を得た場合においてはですね、防衛大臣が
この海上警備行動を発令をするという、まあ、そういう、まあ、提示になっているわけで、そういうような手続き、段取りとなっているわけでありますけれどもですね、いわゆるこの電話閣議というものは、果たしてグレーゾーンという危機的な対応、迅速に対応しなきゃいけない場合が生じたときにですね、本当にこれがですね、迅速かつ的確に対応できるのかということですね。やっぱり荒井氏が言っているようにですね、やっぱり一つのルールをしっかりと設ければですね、わざわざいちいち電話閣議をして、やる閣僚全体にですね、それを意思確認をする、その合意を取るということが非常に手間暇かかるわけですよ。だからそういうことを含めてやっぱり法制化した方がいいというのは、もうこれはもう歴然としているものだと思いますけれども、これに対してどうですか。本当にこの閣議、電話閣議で本当にこんな迅速にできるんですか。中谷防衛大臣。まあ、あの事柄が海上警備行動とか、まあ、治安出動とかですね、これにつきましてはシビリアンコントロール上ですね、やはり閣議決定というものは必要で、ございます。また国会の承認事項でも入っている事項もございますけれども、やはり手続きだけはしっかりしなければならないと、まあ、いうことで、まあ、これを迅速に行うために、電話等の連携をしたという連絡という手段を考えたということでございます。伊藤正史君。その、まあ、ちゃんと手続きは踏む必要があると、全閣議、まあ、閣議に対してですね、一定の確認をする、一定の合意を取るというんですけども、結局確認を取れなかった場合はですね、事後報告ですよね。事後で、まあ、対応を決めるという話になってますけど、それは事実ですよね。中谷防衛大臣。はい、緊急の場合は事後も認められるということでございます。伊藤正史君。結局ですね、今その前提として閣議決定、閣議の合意を必要としながらですね、連絡が取れない場合は事後でいいと。じゃあどこまでが連絡取れ、どこまで連絡取れないかというその曖昧さも非常に残っているわけですね。今回のこの手続きに関しましてはですね、これに対して結局ですね、じゃあどの程度まで閣議でその確認を取ればいいの。もう極端に言えば一人だけでも閣議で、あとは取れなかったという、そういうことで形で済ますというのは、そんなこともある可能性もあるけども、これはどうなんですか。永谷防衛大臣。はい、まあ、閣議、という意思決定はですね、やはり内閣総理大臣主催のもとに各大臣が一堂に会して、行うということが原則で、ございまして、まあ、今回の閣議決定は特に緊急な判断を必要として、国務大臣全員が参集して速やかな閣議決定が困難な場合に、内閣総理大臣の主催によってこれを電話等によって行うと、まあ、いうことであります。で、お話のとおり連絡を取ることができなかった国務大臣に対しては事後速やかに連絡を行うといたしておりまして、まあ、ご指摘のようなやり方で、まあ、国家安全保障上の問題が生じないようにですね、実施をしてまいりたいと考えております。委員長。水戸正史君。例えばいろんなことが想定されると思うんですけども、これ海上保安庁がですね、の巡視船が、まあ、外国軍艦から、仮にですよ、敵国から、まあ、敵軍艦からですね、攻撃を受けようとするときですね、まあ、それでまた乗組員が犠牲になることもある、まあ、それが迷惑な場合にあったといたしましてもですね、海上警備行動が発令される前であれば、いわゆる自衛艦はその巡視船を守ることはできません。また使用、尾行をすることは、使用することはできませんよね。結局、タイムラグが生じることによってですね、安全保障上のやっぱり切れ目がどうしても生じてくるんですよ。その時にですね、閣議決定を一時電話確認にしてですね、どこまでやるかもはっきり分からない、それで本当にできるんでしょうか。本当にこれが対策が困難だなと私は思っているので、いかがでしょうか。永谷防衛大臣。まあ、これはやはり手続きだけはですね、しなければいけませんが、実際におきましては自衛隊、警察、海上保安庁、これは平素から警戒監視活動を実施しておりまして、まあ、その際に得られた情報、まあ、これにつきましては適時適切な情報の共有、こういうものも行っておりますし、また共同訓練などを実施することによって各機関でさまざまな意思疎通の連動等も向上しているし、また不法行為、これに対処するための取り組み、まあ、こういうことの能力等も向上をさせているわけでございまして、まあ、手続きは手続きといたしまして、やはり各組織、機関、こういった連携を密にいたしまして、こういった事態に対処、迅速に対処しうる、まあ、そういう体制も構築をしつつあるということでございます。伊藤正史君。その体制が構築できないと思っているから言っているんですね。結局
まあ、手続きとおっしゃるけれども、じゃあ仮にですよ、このいわゆる何かグレーゾーン自体が生じた場合、非常にこの急迫な危険がですね、我が国にも及んでくるというような、まあ、そうした状況があった場合ですね、海上警備行動をまあ発令する、その前の段階にも話、手続きを話しているんですね。で、全員の閣議のいわゆる電話確認が必要、しかしそれに前にですね、結局これ原則としてですよ、いわゆるこの国家安全保障会議も開かないといけないんですよ。ね、この国家安全保障会議、これは原則として開くんですよね。中谷防衛大臣。はい、現在でも4大臣会議また9大臣会議等がございまして、閣議の前に国家安全保障会議、これを実施することになっております。委員長、水戸正史君。仮にこの間先ほど言った15事例の1とか2の事態が発生した場合ですね、グレーゾーン事態が発生した場合に、どういうレベルの安全保障会議を開くんですか。中谷防衛大臣。まあ、いろんな事態が予想されますので、まあ、それぞれの事態等に関連いたしまして、関係閣僚、これが安全保障会議に招集されるということでございます。以上、水戸正君。安全保障会議のですね、いわゆるこの性格にもよるんですね、いろんな会議の構成メンバーあるんですけども、今言ったようにグレーゾーン15事例出したら、1と2のああいう場合はですね、どのレベルの安全保障会議を開くんですか。1と2。中谷防衛大臣。基本的には総理官房長官、外務防衛、この4大臣に加えて、海上の場合は国土交通大臣とか、また関係によりまして法務大臣とかですね、まあ、そういう関係閣僚が予想をされますが、基本的には総理官房長官、外務防衛、この4大臣ですが、それに必要な大臣も当然、招集されるということでございます。委員長、水戸正君。結局はこのいわゆる安全保障会議の性格をよく防衛大臣はご存じないですよね。結局、まあ、事務方が方面してみよう構わないんだけども、こういうですね、グレーゾーン事態が生じた場合には招集される安全保障会議はですね、これはですね、いわゆる旧大臣なんですよ。外務大臣、質問しますが、それは外務大臣認識されてます。岸田外務大臣。ご指摘のようなケースで招集されるのは旧大臣会合だと存じます。委員長、水戸正史君。結局防衛大臣の言っていることと認識が違うんですよ。これ旧大臣が出席しなきゃいけないというのは、もうこれはですね、明快なこのいわゆる国家安全保障設置法には書いてあるんですね。こういうグレーゾーン事態、よく覚えてくださいね、防衛大臣、勉強してください。まあ、こういうことなんです。こういう事態におきましては、やっぱり旧大臣が頭出してですね、そしてこれをやる、これどうするかと、どう対応するかということを、これ会議しなきゃいけない。しかし今回これ迅速性をやるわけでありますので、これ電話でもいいという話ですね。旧大臣がですよ、電話でですね、審議を行うというのはどういうことを想定しているんですか。これ中谷防衛大臣。はい、旧大臣ということで、先ほどの、答弁修正させていただきます。で、基本的には閣僚がですね、出席の上、結論を出すわけで、ございますが、電話で、行う必要となる場合等におきましては、それぞれ、総理官房長官に、まあ、相談の上ですね、国家安全保障会議として、まあ、結論を出すと、まあ、その際各閣僚の見解、これも集約をしてですね、実質的な審議を確保するということが可能であると考えております。水戸正史君。実質的な話をしてですね、結局電話でですね、相手がある電話閣議とかで電話で持ち前で聞いてですね、確認するのでいいんです。この場合はですよ、この国家安全保障会議の場合はですね、審議を行わなきゃいけないんですよ。電話で審議を行うとはどういうような状況を言っているのかと話をしているんです。中谷防衛大臣。まず事態が緊迫する等の段階で、関係省庁の職員、
これによる会議を開催するなど、事前にですね、政府内で情報の共有、意思疎通、これを確保を行います。また、各省庁においても、把握した情報等を大臣に報告をしておくことになりまして、電話等による国家安全保障会議を開催する場合であっても、事前にこのようなプロセスを経た上で、開催をすると。いうことでございます。また会場警備行動、治安出動等を迅速に発令するため、審議を電話等によって行う必要のある場合におきましては、判断の前提となる情勢、また自衛隊が行動した場合に想定される影響等については各閣僚にこれは伝達をしてですね、各閣僚の見解を集約をして総理官房長官に相談の上、国家安全保障会議としての結論を出すということで、実質的な審議を確保するようにしたいということでございます。伊藤正史君。実質的なのができるわけないんですよ。結局ですね、僕が言いたいのはですね、こうやってね、いわゆる運用変更しているわけであります。電話会議で閣僚会議を開くとかですね、いわゆる国家安全保障会議、9人の大臣をですね、いわゆる、テレビ電話であるかどうかわかりませんけども、電話で審議をするなんていうのは、もう現実的じゃないですよ、やることは。しかし、現実的ないことは、あたかもできるような話をして、手続きはしっかりやるんだということがですね、非常に、いわゆる認識が甘いんじゃないかというよりも、本当にこんな現実的じゃないかと思ってですね、そこでですよ、それで我々氏が提案したのは、まさにこういうようなですね、皆さんのこの、いわゆるやり方がですね、非常に非現実的であるし、また電話会議も含めて形骸化するわけですよ。結局は、何もしなくて、なんとなく確認を取ってですね、それで発令しちゃうというような、そういう危険性があるからと私は思っているんです。それで、維新提案者に聞きますけれども、今回ですね、我々は領域警備法を作ったという話はですね、やっぱりこうした今までの手続きではダメなんだと。しっかりと法制化した方がいいということですよね。こういうような、形で作ったと思うんですけど、このもう一度提案のですね、趣旨をご説明してください。提出者、丸山穂高君。ご質問ありがとうございます。お答えします。そもそも判断の部分の迅速性と、そして現場での連携の迅速性というところがございます。先ほど来電話の閣議が現実的かどうかという話、ご議論ありましたけれども、そちらも現実的かどうかという議論はありますが、それはあくまでも判断の部分の迅速化でございます。一方で我々はさらに疑問視しているのは現場での連携の迅速化の部分でございます。果たして海上保安庁を含め警察が対応できないものに対してスムーズに開示がそれを対応できるのかというと、現に尖閣の問題にしても、また小笠原の三国の密漁の件にしても、かなり政府側のこの連携の現場での連携の部分にも不備があるんじゃないかということでございます。そういった意味で、今かつて一度もない治安出動等の前にですね、中二階的に我が党案の海上警備行動、海上警備準備行動ですね、等を設けることで、この連携をスムーズにしようという趣旨でございます。委員長、伊藤正史君。防衛大臣、よくお聞き止めいただきたいと思うんですけれども、じゃあ今、丸山答弁者の方からお話ありましたとおりですね、小笠原諸島近郊ですね、もうこの論議をやると、この委員会でもされたと思いますけれども、今回の昨年の11月以降ですね、いろんな形で報道もされておりましたけれども、今回の中国船籍の密漁行為について、どのような総括をされているのか、防衛大臣はですね、実際これに対して200船籍を超えるような船団が押し寄せてきた、密漁を繰り返してきた、でそれに対して検挙されたという話もありますけれども、どのような実績が挙げられるのか、そして被害総額はどの程度なのかということですね、それに対して我が国日本としては損害賠償請求をするのかどうかに関しましては、防衛大臣はどのようなご認識ですか。中谷防衛大臣。はい、被害等は水産庁関係にお答えいただきたいと思いますが、海上における漁船の監視取り締まりにつきましては一般論として申し上げれば、水産庁および海上保安庁等において実施をいたしております。ご指摘の事案につきましては関係機関が連携しつつ十分な対応をしたと、承知をしておりまして、海上警備行動の発令が必要な状況ではなかったと、その上で申し上げれば、現行法の下において自衛隊は平素から諸所任務の遂行のために我が国周辺の海空域において柔軟に警戒監視活動を実施をしていると。さらに領土領海の治安の維持等については第一義的に責任を有する警察機関では対応が不可能、もしくは著しく困難のある場合においては海上警備行動等の発令を受けて海上保安庁と連携をして対処するということでございます。
委員長。水戸正志君。あ、大丈夫です。佐藤海上保安庁長官。お答えします。先ほどの被害総額でございますが、水産庁の方でも把握されていないと思います。今被害の全体像は調査されております。昨年 の9月以降ですね、9月中旬以降、小笠原諸島周辺海域におきまして違法操業が疑われる中国サンゴ漁船を確認いたしました。海上保安庁では水産庁などの取締機関と連携し、これまでに10隻11人を外国人漁業の規制に関する法律違反などで逮捕したところであります。この取締りにあたり、小笠原諸島周辺海域は本州から約1000キロメートルの遠方にあり、かつ領海の面積は約8000平方キロメートルと広大であるため、対応できる巡視船航空機が限定されること、現地で燃料補給ができないことなどが課題でございました。こうした課題を踏まえ、全国規模での運用調整を行い、広大な現場海域に大型巡視船や航空機を集中的に投入した特別な体制を整え、水産庁などの取締機関と連携して、中国サンゴ漁船の取締りを行ってきたところであります。また政府として外交ルートを通じた累次にわたる中国側への申し入れなどを実施したほか、議員立法により外国漁船の違法操業の罰金の上限が最大3000万円まで引き上げられたところであります。こうした対応の結果、小笠原諸島周辺海域の領海内での中国サンゴ漁船とみられる外国漁船は昨年11月下旬以降はほぼ確認されなくなりました。その後1月22日を最後に確認しておりませんが、引き続き警戒を緩めることなく、水産庁や東京都などの関係機関と連携して監視取締りを行ってまいります。委員長。水戸正志君。防衛大臣は先ほどですね、自衛隊を海上自衛隊を派遣する必要性はなかったと、不必要だったという話をされたんですけども、じゃあですね、いろんな批判あります。やはり、海上警備行動を発令してですね、自衛隊の支援は仰ぐべきであったという、そうした意見もありました。じゃあこの自衛隊を派遣をしなくても、じゃあこの被害というのはですね、ある意味これ最小限防ぐことができたと、海上自衛隊だけでこれは随分対応できたと思っていらっしゃるんですか、防衛大臣は。佐藤海上保安庁長官。防衛大臣。海上警備行動の発令につきましては、海上保安庁である私どもがお答えする立場にはないものと承知しておりますけれども、今般の事案につきましては、中国サンゴ漁船による密漁であり、犯罪取締りの対象であると認識しております。委員長。水戸正志君。いわゆるですね、こういうこのなんていうのかな、この被害、もう被害を受けるのはやっぱりそれは島民である、漁民であるわけですね。それに対してやはり国としてですね、しっかりとした形でですね、それに対して相手を跳ねつける、跳ね返すというような、そうしたある程度のですね、こちらの力というものをです、ね、相手に見せないといけないというのはあるんですね。で、我々維新はですよ、この維新民主党の案といたしましては、やっぱり海上警備、準備行動というものをですね、規定をしながら、まさにこういう事案に対して対応するような形で、いわゆるこの、シームレスというか、その規定をですね、生じることをなくしていこうという話になっているんですけども、まず提案者の方からこういう事案に関しまして、どういう形でこの法案は対応できるのか、お答えください。提出者、丸山穂高君。お答えいたします。我々提出しました法案におきましてはですね、こういった事態におきましては、海上自衛隊とそして海上保安庁、第一次的には海上保安庁によって、対応する中で自衛隊が、補完をしていくという形になります。警察権の、行使、もし警備区域内であれば警察権の行使も含めて、実際に補完していく中で、また一緒に対応していく中で、これらに対して、きちんと対処することができるものと考えております。委員長。水戸正志君。防衛大臣ね、だから我々維新のこの提案というものがですね、非常にこのシームレスに機動的に対応できるという形で提案しているんですよ。これについてどう思いますか。もう一回率直な意見を。中谷防衛大臣。はい、漁船の監視取締りにつきましては、水産庁及び海上保安庁等において、実施をされておりますし、領海領土の治安等につきましても第一義的には警察機関が対応すると。で、それで困難な場合においては海上警備行動等の発令を受けて、
海上保安庁や水産庁とともに緊密に連携して対処するということができておりますので、今後海上保安庁や水産庁と適切な役割分担のもとにですね、海上における連携を取って、必要な場合におきましては自衛隊が適切に対応できるような、そういう仕組みを作っておきたいと思っております。三戸正史君。結局ですね、この法整備を我々自身は必要性を論じているんですけど、この法整備をすることによって、やっぱり緊急の事態に備えてですね、やっぱり自衛隊が出動することを目に見える形で、やっぱり国際社会に示すことによってですね、それこそやはり他国の自制を逃す、いわゆる抑止力を高めることになるわけですね。最後、もう最後に質問しますけど、提案者としてこの必要性をもう一度、やはり自制力を高めるということを含めてですね、もう一度ここでお述べいただいて私の質問をいたします。提出した丸山穂高君。お答えいたします。先ほど来お話がありましたように、政府はですね、治安出動等の迅速化のために電話による閣議決定などですね、かなり運用面のわずかな変化にとどめております。そういった意味で現場の迅速性が必要だということには変わりございません。この迅速性の観点から、大臣の判断できちんと枠を設けた上で発令が可能だという我が党、そして民主党両党での出した法案の方が優れていると考えております。以上です。以上、三戸正史君。終わりました。どうもありがとうございました。次に宮本徹君。委員長。宮本